セラフィマ・アンドレイブナ・サハノビッチは、ロシアのフィギュアスケート選手。2014年、2015年世界ジュニア選手権2位。ジュニア時代に天才とも言われ、実績を残したが、シニア転校後に伸び悩んだ、早熟の選手とも言われている。祖母の勧めで7歳でスケートを始める。2012から2013シーズン、ロシア選手権に初出場し4位。 ロシアジュニア選手権では2位だったもののジュニアの年齢規定に満たないために世界ジュニア選手権への出場はなかった。2013から2014シーズン、ジュニアグランプリシリーズに出場。コシテ大会で4位、タリンハイで優勝し全体の6位の成績で、ジュニアグランプリファイナルに進出。そこでは2位となりマリア・ソツコワとエフゲニア・メドベージェワとに、 ロシア選手で表彰台を独占した。世界ジュニア選手権では銀メダルを獲得した。2014年のシーズンオフ、モスクワに拠点を移しコーチをエテリトトベリーゼに変更。2014から2015シーズンはジュニアグランプリシリーズで連勝し、ジュニアグランプリファイナルでは同門のメドベージェワに次ぐに。位。世界ジュニア選手権も同じく、 メドベージェワに次ぎ、2年連続で銀メダルを獲得した。2015年のシーズンオフ、アリーナ・ピサレンコにコーチを戻した。2015から2016シーズン、ジュニアグランプリシリーズのログローニョ大会では7位に沈む。大会後、コーチをエフゲニール・ルカビツインに変更した。2017年、引退するつもりで、 町に出してもらおうとエフゲニープルシェンコの元を訪れたがプルシェンコに引退を引き止められ現役を続行するコーチをプルシェンコに変更したしかし住居と家族などの問題でサンクトペテルブルクに戻り3月にコーチをアンゲリーナトレンコに変更した相性はシーマ姉が2人おり2人ともすでに子供がいる アクセルは得意でないためトリプルアクセルは練習していないが4回転サルコーを練習中である。a b Z ・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  j 2 0 1 7年9月26日ありがとうございます。